三円南進自動車道三円南進自動車道は長野県飯田市の中央自動車道飯田山本インターチェンジ IC から愛知県を経由して静岡県浜松市北区の新東名高速道路浜松イナジャンクション JCT に至る総延長約 100km の高規格幹線道路である高速道路ナンバリングにおける 路線番号は新東名高速道路稲佐連絡路と、共に E69 が割り振られている。国道474号の自動車専用道路、国土交通大臣指定に基づく、高規格幹線道路、一般国道の自動車専用道路に指定されている。中央構造線や赤石山脈、南アルプスを中心とした険しい山岳地帯を通る。特に、 静岡県浜松市天竜区三作坊町と長野県、飯田市南信濃の県境を結ぶ青崩れ峠は地盤が脆弱でありながら地下水位が高く泉、安いため、青崩れトンネルの掘削は山円南新道全体の工事の中でも最難関とされている。およびに基づく国道474号の概要は以下の通り、一般国道の路線を指定する政令は、 いわゆる平成の大合併以前の市町村名で記述されており、合併に合わせた改正などは行われていない。合併により上村は、飯田市の一部に、三作母町及び佐久間町は、浜松市天竜区の一部に、宝来町は、新城市の一部に、稲佐町は、浜松市北区の一部になっているため、現在の市町村名による通過市町村は以下の通りである。 長野県飯田市の中央自動車道から分岐し、道市内を横断し、長野県下稲郡高木村まで至る、現在建設中の自動車専用道路である。基本計画、整備計画では起点を、長野県飯田市、山本、飯田山本 IC、終点を、長野県飯田市上久方、飯田上久方、京木戸田 IC とする延長約 14.6km の道路とされている。 飯い高みひさ京北戸大市高木インターチェンジの七点五キロメートル区間は二千四年度、平成十六年度小川寺峠道路から、メッシ京道路に編入された。二千十八年、平成三十年三月十日に、流行 IC、飯い高みひさ京北戸大市間が開通。二千十九年、令和元年十一月十七日に、天竜京 IC、流行 IC 間が、 開通予定である。2014年5月、飯田市流向で建設中の19号橋工事において、施工業者の測量にミスがあり、設計図と実際に建設された橋の上部位置が最大で41.5センチメートルずれていることが判明した。飯田国道事務所は、延滞損害金を徴収するとともに工期を2015年3月20日まで延期することを認めた。 建設工事の全体工程に影響はないとしているものの道路構造令の基準不適合により是正工事が必要となった長野県飯田市から長野県下稲郡高木村を経て長野県飯田市城村に至る道路である延長 6.0km の内起点より 4.8km の区間が共用済みであるが矢幡トンネル東側高校付近で 国道152号に接続る暫定出入り口からほどのインターチェンジへ至る 1.2km は原動活用区間、工術のため着工しない予定。基本計画、整備計画では起点を長野県飯田市上久方、飯田上久方、京木と大し、終点を長野県飯田市上村、ほどの、ほどのインターチェンジとする延長 13.5km の道路とされている。 飯い高久ひさ京木と大市高木インターチェンジの 7.5km 区間は2004年度、平成16年度小川寺峠道路から、メッシ京道路に編入され、小川寺峠道路終点から青くずれ、峠道路起点へ至る区間は、約1 2 k m にわたる南品の道路を調査中としつつ、おおむね並行する国道152号の区間を、長野県が、 改良整備しており、原動活用区間として、当面利用するとさた。また、三作坊北インターチェンジ、過称三作坊 IC、過称間の 7km は、浜松市が国道152号を改良整備するとした。三円南新自動車道の全線整備に際して、国土交通省は、原動を活用するなど、なるべく短期間で整備及び、開通効果を上げる方針のためとしている。 急旬な地形のため急カーブが多い他裏の沢トンネルが交互通行となっているなど、福音教唱箇所が多く、落石による被害や通行止めもあったため、線形を改良するとともに、完全に車線化する事業。1977年、昭和52年に着手、2011年、平成23年7月3日に植え、中郷航区、豆嵐トンネルと、 その前後 1.162km が供用開始され、全線開通。向井万馬閣府終点から小道きバイパス起点へ、至る 6.6km の区間は、1972年、昭和47年から1995年、平成7年にかけて上町小道木閣府として整備された。急旬な地形により急カーブが多く福音強生の、 ため、に車線のバイパスを建設する事業。渓谷沿いの原道を二本のトンネルと二つの橋梁により短絡する。2008年度、平成20年度に着手し、2015年、平成27年度10月17日に全線、強要された。警告に明けた住宅密集地を通過するため、福音教唱でカーブが多いので、 住宅地を避ける形で2車線のバイパスを建設する事業。原道を2本のトンネルと3つの橋梁により付け替える。1998年度、平成10年度に着手し、2010年度、平成22年度までに、林道線沿線高点からかぐら、大橋南詰め現道交点の間、約 2.1km、2015年、平成27年3月23日に、 秋葉街道下市場トンネル周を除いた区間約 1.4km2016 年平成28年12月17日に秋葉街道下市場トンネルを含む区間約 0.6km が共用開始し全線開通。青崩れ峠へ向かっての福音橋昇かつ急カーブが連続する急勾配の道路で大型車両の通行が特に困難であるため これを改築する事業。原道の改良が主だが、平古市林道分岐の北約500メートル付近地点で、原道から逸れて、南南西に向かい、谷を越えたところで青崩れ峠道路に接続する。2007年度、平成19年度着手、2015年、平成27年3月23日に、和田バイパス終点から原道交点の間、約0.4キロメートルが開通。 国道152号の普通区間である、青崩れ峠の西側を、青崩れトンネル、仮称、4998メートル等によって、迂回する道路である。延長13.1キロメートルのうち、長野県飯田市南品の和田、南品の IC から、長野県飯田市南品の矢重、河内、小柄市 IC まで7.2キロメートルについては当面。 国道152号原道を活用し、小枯ら市 IC から終点である、静岡県浜松市天竜区三作坊町を送り置け、三作坊北インターチェンジまでの 5.9km のみ、早期供用を目指して、先行整備することとしている。当初は、国道152号の東側に沿って、平越峠直下を通過する計画で、そのルートに従って草木トンネル、 草木 IC 三作母北インターチェンジ間が建設、強用された。しかし道トンネル強用後の1997年、平成9年に、平古市峠直下にあたる地盤が脆弱なことが判明し、2008年、平成20年までに計画が地盤のやや硬い青崩れ峠西側を通るルートに変更された。そのため、草木トンネルは三園南新自動車道のルートから外れ、 高速道路規格から一般道路規格に格下げされた。別途新設されることとなった青崩れトンネルについては2009年の民主党への政権交代の煽りを受け事業費圧縮を目的とした規格変更を右表をしており計画自体が当初のものより縮小されている。なお、その延長が4998メートルと5000メートルをわずかに下回るのは 延長が5000メートルを超えると、トンネル内の保安施設のランクが上がりコストが跳ね上がること、危険物積載車両の制限、禁止がなされることによるものである。トンネルのルート周囲の地盤が脆く地下水位が高いため、難工事が予想され、整備に相応の期間を要することが懸念されたため、沿線自治体である、飯田市、浜松市、豊橋市は連携して、 早期着工に関する中要望を行っていた。2014年3月9日に調査校の起工式が開催されると、牧野光郎飯田市長や鈴木康友浜松市長、国土交通省中部地方整備局長のほか、地元選出の国会議員ら約130人が駆けつけ、早期開通を祈願した。2017年3月までに、飯田市川から1544メートル、 浜松市側から1364メートルを掘削して地質調査を行う計画であったが進捗は遅れ気味で調査工工事の完成は2019年以降となる見通しである。しかしながら本校については調査工の完工を待たず2018年度に着工予定である。青崩れ峠トンネルの本体延長は4998メートルであるが その調査校の延長は5014メートルである。長野県側、北側部分を小枯らしトンネル調査校延長に607メートルと、静岡県側、南側を池島トンネル延長に、1 4 0 7メートルと称し、両側から屈伸を進めている。小枯らしトンネルの高校側、その一工事1344メートルと、池島トンネルの高校側、 その1工事1239メートルの完成を経て、その2工事、小枯らしトンネル側1263メートル、池島トンネル側1168メートルが進められている。2018年12月現在で、小枯らしトンネル、長野側は完成、池島トンネル、静岡側は試行中のトンネルが大きく変形するなど、地質が不安定で難工事となっており、 完成には至っていない。なお、調査校は、本校工事では、土砂などの運搬校として、完成後は本トンネル内の事故発生時の、避難校として使用される。青崩れ峠道路終点の三作母北インターチェンジから、佐久間道路基点の佐久間川井インターチェンジに至る、約 21km については長い間、計画中とされており、 三円南振動約 100km の中で唯一の未事業格間として残っていたが、その内三作母 IC 作間海インターチェンジ間の約 14.4km が2019年度、平成31年度に新規事業化された。ルート選定にあたっては以上の3案が検討され、道路と中央構造線との位置関係や有識者による自然環境への影響検証結果、 2013年4月から5月にかけて実施された沿線住民らを対象とするアンケートの回答などを踏まえ2013年12月26日開催の社会資本整備審議会道路分科会中部地方小委員会において案を採用する方針を固めた。開通見込み時期は未定ながらも3円南新道の全線供用の目途がついたことに対し先時地帯や 住民からは歓迎の声があい、次行ぐ一方、早期の事業化、着工を求める声も聞かれた。浜松市天竜区から愛知県北下良郡東栄町に至る全長約 6.9km の自動車専用道路である。2019年3月2日開通。愛知県北下良郡東栄町から静岡県浜松市北区の新東名高速道路に至る全長。 約2 1トルの自動車専用道路である。事業着手当初、2007年度、平成19年度末には、放来橋 IC 浜松稲佐ジャンクション間の開通予定されていたが、3円、トンネル4 5 2 0ルの建設が予想以上に難航し、2012年、平成24年3月4日に、放来橋 IC 浜松稲佐北インターチェンジ間が開通。 また2012年、平成24年4月14日には、浜松稲佐インターチェンジ浜松稲佐ジャンクション間が開通し、新東名高速道路と接続した。愛知、静岡県境付近で、中央構造線を横切るため地形が険しく、その付近には三円トンネルをはじめ代償様々なトンネル、高架橋が建設された。これにより、 浜松市北区稲佐町東黒田から東栄町三里まで国道257号及び国道151号を利用するのに比べ30分程度短縮される。24時間交通量大道路交通センサス。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。